何でもできるとこかな。まあ細かいものはね、急須屋さんもあるし、大きいものは私は作るけど、もともとその大型のものというと、まあ水がめだとか穀物入れが主だったから、でそういうものはよその産地になかったから売れただと思うね。でまあちょっと古い話だけど、伊勢湾台風があったわけよ。の時にいやー、くれた覚えがある。それからもうね、何年もしないうちに亀がだんだん擦れてきて、でセメントが出てきたり、ちょっとした何かね、発泡スチロールかウレタンが出てきて、それでまあちょっとダメになってきたね。よりこというのは、常滑はよりこ作りというけども、産地によって呼び名が違うだいね。越前焼きなんてわっぱ積みとかね、わっぱ作りという言葉だ。同じ仕事は一緒、やり方はね。だけどまあ常滑は土をよって腕ぐらいの太さのものにしてこうひねっていくもんだから、よりこ作りというんだけどね。よりこというのは私はよく言うのは、そのね、オブジェなんかを作る人は絶対に覚えるといいと思う。いろんな形ができるからね。皿やね、鉢じゃなくて好きなようにオブジェはできるから、そのよりこ作りを覚えるといいと思うな。伝統工芸士というのがあるんですけど、そういう人はもっと目の前に伝統工芸士という名前を出してほしい。それはもっと本当にみんな工芸士もっと表に出れというふうに私は言いたいな。何やるにしてもね、まあ、特にあれだね、古典やる人なんかは伝統工芸士何のタロベということで出してほしいよね。あとはまあ人のものを真似せんで自分で考えて形を作らなきゃダメだ、と思いますよ。